速稼塾の久保です。今回は FX について少しお話をさせていただきます。速稼塾の中でですね、講義を設けてかなり強力な結果を出している速稼塾プレミアムだったんですけども、あれがね、去年の6月から開始して3ヶ月の予定が丸1年延長になりました。で、非常に多くの方、70名以上の方に参加していただいて、でしかもですね、かなりね、いい結果を出している方がいらっしゃって、やっぱすごいなと思いますね。私の場合は1年ちょっとかかったんですけども、速稼塾プレミアムに関しましては1年かからない方がいらっしゃって、私もまだまだね、修行不足だなってことを痛感するばかりでございます。もちろんこれ初心者の方から何回かやってみたんだけどもダメだったって方がまた再トライの意味でね、速稼塾プレミアムに参加していただいて FX をしっかりと鍛え上げたっていうこともあるんですけども、今回ね、1年通じてみて思ったのが、確かに1年投じれば人生は変わるなっていうことだったんですよ。と同時に速稼塾もプレミアムも一周しましたんで、仲間のトレーダーからね、ちょっと提案があって、速稼塾プレミアムのセカンドシーズンをやっていきましょうということでした。理由が2つあります。1つは速稼塾プレミアムに参加していらっしゃったんだけども、いまいちね、やっぱ結果が出ない、もしくは途中でなかなか忙しくって本気で取り組む暇がないうちにサポート期間が終わって延長期間も見過ごしてしまって1年経っちゃったみたいなね、最もね、残念な形ですよね。やるつもりでお金振り込んだんだけども忙しくってなんとなく後回しにしちゃったみたいな方に対して、改めてね、コンテンツ提供できないかなということで、この速稼塾セカンドっていうのをお送りするということがあります。もう1つはですね、強力なツールを開発したので、速稼塾プレミアム生さんにはこれをね、無償で提供していきたいということだったんですよ。もちろん中村和美さんの会社としてセールスする商品としてもあるんですけども、別売りで買うよりもプレミアムに入った方がサポートもつくんでいいんではないかなってこと、この2つですよね。じゃあ詳細をちょっとお話していきます。まずはこの速稼塾プレミアムセカンドの価格なんですけども、まだ決まってないんですけども、速稼塾プレミアムに参加されていた方、最初のですね、ファーストですよね、こちらの方に参加された方はやっぱり塾費用改めてかかります。改めてかかるんですけども、最低金額1円から参加できます。1円で速稼塾プレミアムセカンド参加できて、1円じゃ申し訳ないという方とかね、いう方がいたら上限30万までいくらでも OK です。これ速稼塾っぽいでしょ。金額は1円以上30万円未満で自由に金額設定してくださいっていうのが速稼塾プレミアムセカンドです。で、もちろんね、速稼塾プレミアムファーストに参加してなかった方は正規の料金がこれから発表されると思いますので、そちらに合わせていただきますけども、速稼塾プレミアムにすでに入っている方に関しましては1円以上というね、入塾金額になっております。はい、次、新しいコンテンツを追加します。それは毎日相場解説としていて、もう丸3年、最初の1年は全く結果が出ない負けばかりのね、情けない、動画解説をしていた私ですけども、今はすっかりとこの2年間利益出っぱなしで結構冴えてるね、相場解説が多いんですけども、そちらの方をどういうふうに構築したのかっていうことと、どのようにマインドをね、作っていったのかってことを、交えながら、中村トレーダーとの対談も交えながら、結構ね、多くの方の心に刺さるようなコンテンツを提供していこうかなっていうのがこちらですね。で、3つ目、ライブ放送ですよね。ライブ放送を用いていって相場解説をさらに分かりやすくリアルタイムでお届けできるかなっていうところでございます。で、あとは理解が進む、どうやったら結果が出るのか、どうやったら勘違いをして負けてしまうのか、こういうところも逐一、お知らせするために、ですね、中村トレーダーって個別コンサルをやってるんですよ。この個別コンサルが強力で、この個別コンサルは高いんですけども結果が出やすいということでございます。ということで、この個別コンサルの中からコンサル生さんが出してもいいよって言ったものをチョイスして、レベルの高いやつを個別コンサル対談ではないけどね、解説動画として、この新しい速稼塾プレミアムのセカンドにお付けするということでございます。これだけでもね、すごく見甲斐があると思いますよ。で、3つ目、ツールの提供です。やっぱり中村トレーダーといえばゾーンなんですよ。ゾーンを使ってほとんど相場っていうのは見えていくんですけども、この相場ツールじゃないな、ゾーンを引くところを間違えてる意味がないんですよね。だからゾーンを自動的に引くツールを、無料提供期間限定でさせていただくのが速稼塾セカンドでございます。速稼塾プレミアムセカンドでございますね。それからね、プラスアルファ理解困難なダウ理論があるじゃないですか。このダウ理論も無料でつけますよ。ダウ理論は私もね、未だに
挫折中なんですよ。DAO理論は全く分からないと。だからツールでも出ればいいのになと思ったらツール作ったそうなんで、これをね、速稼塾プレミアムセカンドに参加された方はこのもう難しい DAO 理論を理解しなくても見えるようになるというね、そういうツールがいただけるということでございます。はい、でそんな感じかな。速稼塾プレミアムセカンドについては以上のようなことが軸になって、さらにさらに1年分進化した中村トレーダーのコンテンツ提供が受けれると、指導が受けれるということになっております。プラスですね、私もですね、もうすでに、たくさんの方に、ね、中村トレーダーはじめ評価をいただいてるんですけども、久保哲郎速稼塾の FX 講座も十分な講師のレベルだというんですよ。うん、私もそう思わないでもないんですけども、ただね、やっぱ自信がないです。自信という度胸がないんで、私は速稼塾 FX、 私が直接 FX の指導することはすいません、これからもないと思います。今ぐらいの感じがちょうどいいね。でもこのいわゆる普通の FX の講師レベルの私が、この速稼塾プレミアムセカンドに入って、いくばくかね、中丸トレーダーとともに皆さんにお伝えする、また新しいね、コンテンツを作っていくということもありますんで、かなり速稼塾速が濃くなるんではないかなというところでございます。以上のような感じでね、速稼塾プレミアムセカンドっていうのがもう近々始まります。ちなみにですね、8月25日海老名の方に私オフ会で行く予定だったんですけども、急遽中丸トレーダーにこの25日海老名に来ていただいてね、この速稼塾プレミアムセカンドの解説もしていただこうと思いますので、速稼塾プレミアムのファーストの方でいまいち入りそびれちゃった方、もしくは来年になったらやりたいんだけど時期を待ってます、来年の募集は何ですかって言われてたあの方ね、始まりました、ついだから、速稼塾プレミアムセカンドの方でまたね、一緒にやっていければと思います。当然私もですね、生徒の一人として前々から言ってたじゃないですか、私また一から学びたいから中丸トレーのところに8月5日に行くんだって言ってましたよね。で8月5日ちょっとね、出産の関係でダメになっちゃったんで、で、今回の機会を生かしていただいて、8月25日から私も改めて基礎から学んでいこうかと思います。そこにですね、中丸トレーダーが速稼塾プレミアムセカンドっていうのをドカンと乗っけてきたんで、私も速稼塾プレミアムセカンドの第1号目の生徒さんとして参加して、そして皆さんとね、大いに学んでいきたいと思います。最後になりますけども、速稼塾プレミアムに参加されていた方でいまいちね、本気でやる時期を逃した方はこの機会にセカンドの方にも参加されてください。セカンドの方は、経験者の方、速稼塾ファーストに参加された方は1円から OK でございます。で、今回初めて FX を中丸トレーダーから学ぼうとされている方は正規の料金がかかってきますけども、こちらの方まだ発表がないんでいくらか分かりません。まあ今月の25日までにはね、決めてくださると思いますので、よろしかったら8月25日海老名の方でお会いしましょう。中丸トレーダーの時間は多分ね、15時とかあの辺になると思いますので、それまではちょっとフランクにね、私 ちょっと雑談をしたりとか、例のやつのこととかね、何かと身近なこととかプライベートなこととかやっていければな、やんわりと過ごせればなと思います。25日のスケジュールもこれから決めますので、また地区のね、幹事さん阿部理恵さんからの連絡をお待ちください。それでは本日のライブは以上です。失礼します。